ハリンパッパです。はい、おはようございます。今日は今からふーちゃんと美容室に行きます。で、まあ何日か前ぐらいにそろそろカラー行きたいな、髪染めたいなみたいな話をしてて、それやったら一緒に行こうやみたいな感じになって、いつもお世話になってる美容室グレーズに行くことになってるんですけど、ちょっと前にシャンプー中に誰もいなくなるドッキリっていうのを、まあまなみがふーちゃんに仕掛けられたんですよ。なんで今回ちょっとその仕返しで、何度オーダーしても仕上げがオールバックドッキリをちょっと仕掛けていこうかなと思います。はい、これ多分ちょっとじわじわ面白いやつですね。で、もう前もって豊さんには伝えてるので、とりあえず今からふーちゃん迎えに行って美容室に向かいたいと思います。はい、そんな感じでやっていきましょう。全然頭痛くならない。痛くなる。いつも頭痛なの。痛なる。別に弱い薬じゃないねんけどな。長なったな、まなみ髪の毛。そうやで。でな、やりたいのはな、これぐらい長くしてな、ポニーテールでな、グリグリ巻きしたい。あー、かわいい。かわいい。最近さ、めっちゃ前の動画見ててん、フーだな。逆やもん。フーがめっちゃ長くて。フーが長すぎたやん。あっこまでまなみ綺麗に伸びひんと思う。いや、伸びるよ、3年。あー、まあ、途中で諦めるからなんかな。え、フーどっちの方がいいと思う？フーはだから昔のまなみの金髪ショートがめっちゃ好きやん、ね、ずっと言ってるやん。あ、めっちゃ可愛かったよ、ほんまに。結構昔カッペンバリカッコイイになってるけど。でもさ、その頃にするな、金髪ショートとの今は違うし。今やったらあれなんかな。なんかまだ違うと思うけど、なんかあん時とかあれやろ、コンタクトブルーとかつけてた。ブルーつけてた、グレーグレーグレーやった、あん時。何これ？今日はおまるちゃんやな、これや。え、そうなんですか？大型つや A。 え、O、O、A、O、A、A、O やな。あー、そうなんや。 O ばっかり友達、私。お親友全員 AB やねんな。珍しい。めっちゃ時代、学生時代にあの中とか小中高ってあれやん、あれ全部 AB やで、なんでかしらんけど。トヨさんが O ですよね。O。 あ、だから合わせれるってことか。あ、そうなんかな。まなみも多分合わせれるやろ、あんま関係ないやろ、付き合い方。なんかまなみはな、普通に仲いいなみたいな人には多分めっちゃ合わせると思う。だからフーみたいな、ここまで近いとか家族とか合わされへんの。あれ合わせてもろっていいかな。あ、ごめん。ちょっとが出ちゃうみたいな。ちょっとじゃない、ちょっとじゃない。ありのままで入れるの。ありのままで、いいことや。いい意味で、いい意味で、いい意味で。いや、ふーも結構パンチ効いてるって。ほんまに。どっちがわがままなの。ほんまに待って、これはマジで多分迷いどころやと思う。迷いどころやと思う。どっちやろ、ジャンルが違うかも、そのわがままの。だから、なんとか食べたいとか、これやりたいとか、そういうわがままやろ。まなみは別に仕事に関してのわがままやから。そんなんやろ。何やろ、何やろ、何やんな。そんなん、そんなん、結構やばいやろ。そんなことない、そんなことない。マジでそんなことないから。でまなみ、そんなわがままじゃなくて、じゃあちゃうな、まなみ、わがままではないかもしれない。いや、わがままや。いや、わがままじゃなくて、例えばさ、ここにさ、もしリモコンがあるとするじゃないですか。あ、それを取ってって、お互いの距離近いのに、ふー、リモコン取って。いや、そういうのあるだもん。それもわがままじゃない。それ、わがままじゃない、だるがり。なぁ、たぶん、わがままだるがりやねんって。ちょ、あれやってとか。わがままじゃない、あれやってって。わがままじゃない。わがままじゃない。わがままですよ、だるがりじゃない。だるがりのわがままや。なるほど。ふーはわがままなだけ。そう、だるがりがわがままだから、まあ、いい感じにこうやってもお互い様ってことやろな。では流しましょうかね。はい、収穫が出てね、まだ。うん、今日二人とも仕上げはどうすんの。軽く巻いてほしい、こう、内に軽く。うん、じゃあ前髪上げよ。
ってうまいこと上がらへんの。上がりますよ。でも結構ナチュラルにできると思うんで、やったらじゃあ上げてほしい。まあ、まだにじゃあ前やってたしな、あの前髪作ってる時とか。ずっとやってた。できたで。どう？綺麗に上がった。あ、そういうこと？いいやん。え、どういうこと？かっこいい。あ、そう、あ、上げるってそういうことですか？うん、みんな多分同じこと思ってて。あ、ね、前髪だけ上げるってことやと思った。あ、ここだけ？上げるって言ったよ、上げるみたいな。前髪だけやと思った。あ、そういう感じ？え、ここは、え、うちってここくるんって。あ、ここ。綺麗にこう収まるようにうちにアイロンで今やったやん。違う違う、あの前髪だけのこと言ってました。あ、ここだけ。うん、え、これはえなしやろ。あり、これありの。私変じゃないけどな。いけてるな。こっち、うん、変じゃないな別に。あんま気に食わんそうやな。もう一回中してやる。いいですか。いいよ、時間大丈夫やからまだ。じゃあ、うん、いけるし、まあ、パッと流すだけやし。なんかすいません。うん、全然。なんか逆にごめんな。こんなに伊達メガネとかしてたら可愛いけどね。ああ、なるほど。どこが？どこが？あんたはもう絶対無理やで。品のある女性は絶対に無理やから。富永愛みたいなポジション。なんでそんな笑うの？ちょっと待って、さらっとな。さっきと一緒じゃない？え？ちょうよ、全然。なんか違う、こっち系、なんかこういうの、なんて言ったらいいの。こんなんなんかシックみたいな感じじゃなくて、なんかダーリーみたいな、もっと可愛い感じ。もう一回流すのってやる？何回あんたやってもらう？なかなかおらんねん。おらんで、そんな何回やり直すん？めっちゃ迷惑やん。かっこいいで。前髪下ろそうかな。前髪も下ろそうか。前髪は上げた方がいいやろ。多分上げた方がいいって。だから分かってるやろ、もうトムさん。大体分かるやんな。ふわっとふわっとパサッと、はい、パサッとね。もう終わる。なんて？もう終わる。もう終わりよ。もうスタイリングしたら終わりやから。トヨさん、ちょっと待って。ちょっとやりすぎかも。これとりあえず上げてるだけ。Yeah.
ッとしてる、確かにいい感じ。もうチャンス次回から行こう。もう行こう。うん、父さんありがとう。ごめんちょっと手あれやから、ちょっとクロス行こうか。こっち、え、何お母さんおかしいって、もういい感じやって。何だろう、何だろう、何だろう、ほんまにちょっと待って、直してほんまに時間ないんですよ。時間ないね、こっちはね、こっちはね、ほんまにこれで時間ないんですけど、父さんらも時間ないから、ちょお願い、ほんまにお願い、ほんまにお願い、ほんまにほんまに今から写真撮りに行ってしなかったんで、父さんありがとうございます。ちょっと待って、ほんまに父さん、こないだあんためっちゃひどいこと悩みでしたから、早く、ほんまに早くして、お願い、ちょっと待って、ほんまにお願い、ほんまにお願い、トヨさん、ちょっと待って、ほんまに、ちょっと待って、これでは出られへんって、ちょっと待って、似合ってるって、なん、トヨさん、もう一生こうへんで、なあ、なんで、ちゃんとガッチリ、なんで、これ以上固めちゃう、ガッチリいく、はいはいはい、もう時間もないからいけます、トヨさんありがとう、はい、じゃあどうぞ、じゃあね、はい、バイバイ、バイバイ。え、恥ずかしい、いい感じ、いい感じ、うん、いい感じ、